このところよく釣れているフローティングエビフライの大群を紹介します。どれくらいよく釣れてるかというと、こんなフローティングエビ、これはまあまあいいぞ。フローティングエビじゃないですか。あ、一緒やったぞ。これは40いったんじゃないのか。はい、ありがとう。フローティングエビ。フローティングエビ、よく釣れてます。これはね、何をイメージして作ったかというと、テナガエビです。テナガエビ。テナガエビを Google で画像検索するとこんな感じで出ますけれども、どうですか？まあまあいけてないですか？まあまあ まあまあ、なんとなくテナガエビっぽく見えませんか？こんなフォルムで作ってあると。このフライの特徴としましては、このエビのね、尻尾の部分、ここがね、リップになってます。なのでフローティングなんですけれども、こうね、リトリーブすると、このリップの効果で、水面下にね、ほんのちょっとだけ潜ります。ほんのちょっとだけ。そしてほんのちょっとだけこうゆらゆらゆらと揺れて、こうなんとなくね、魚を誘うと。キャストしてそのまま放置してナチュラルに誘ってもいいですし、ちょこちょこ動かしてもいいし、スイーッと引っ張ってね、水面下にスーッと潜らせて魚を誘ってもいいと。だから、なんかチェルノブイリアント的に使ってもいいし、ダイバーのように使ってもいいと。そんな一粒で二度石、フローティングエビフライを作るために必要なマテリアルですけれども、まずね、このボディが EVA のマット、これはね、KOD2 で買いました。100円ショップでも売ってますしね、簡単に手に入ると思います。大体こんな感じで、ここのね、表面がね、こんな加工がしてある。これ硬いんですよ、ここのね。こっち側は普通の EVA の柔らかい。お腹側はね、EVA の柔らかい。で、背中の方はこう硬くてね、なんかエビの構造に結構似てるというね。この質感もいいという、とってもいいです。そしてこのね、手の部分。手長エビの手の部分が、こんなね、ラバーレッグ。これ、ストリングチーズみたいにね、この裂けるタイプが丈夫でいいです。これね、引っ張ってもね、もう、グイーンって伸びて、とっても丈夫。ビヨンビヨンって伸びて、とっても丈夫。ほぼ同じものがね、アマゾンでも買えます。で、このね、足と、この触角の部分は、スピナーベイト用のラバースカートです。これね、ラメが入ってて、これね、ラメラメが入ってて、とってもね、バスが釣れそう。なんだけど、これちょっとね、弱いですね。これ引っ張るとプチって切れちゃうんで、案外消耗品ですね。これも散々釣ったやつだけど、ちょっとね、この名誉の負傷されてますね。まあ補修は簡単です。スピナベ用のラバースカートとラバーレッグを使うと。あとね、アイですね。中華製をアマゾンで安く買いました。ここにね、つけてますけれども、これ別にね、なくてもいいです。これ人間へのアピールを高めるためにつけるもので、これあってもなくてもね、釣果には変わらないと思います。お好みで。私はね、とりあえずね、今回動画にするんでちゃんとね、これ愛つけました。で、マジックで点で書いてもいいし、もう何にもつけなくてもね、書かなくてもね、釣果は変わらないと思います。で、問題のフックなんですけれども、何が問題だってね、このバリバスの2500V-SE がとっても具合がいいんですけれども、これがね、もうバリバスが、フライフィッシングがね、あまりにもオワコンだということで撤退してしまいました。バリバスがフライフックもやめちゃって買えなくなっちゃったんで、買えないものを紹介してもしょうがないので、代わりにね、まずね、このアキスコの AFB10241 の2番で作ってみました。大体似てるんですけれども、何が違うかというと、これ同じ2番なんですけれども、まずね、シャンクの長さがね、大体5ミリぐらいバリバスの方が長くて、でね、このゲイプの曲がり始めるところもですね、ちょっと違うので、実質的にね、実質的にシャンクの長さがだいぶ違うと。
これくらいですよね、このね、アキスコの方はね。で、バリバスの方はもう、なんだろう、もともとシャンクが長いし、このゲープの形状がちょっと違うので、実質的なこのシャンクの長さがだいぶ違うと。今だいぶ違うって言っちゃいましたけれども、当初はね、そんなに違わないだろうと思ったんですよ。で、実際巻いてみたらね、案外作れちゃうんですよね。で、これが、アキスコ版で、これがもう散々釣ってるバリバス版なんですけれども、大体似たような感じで作れてね、あ、別にこれでいいじゃんと思って、これでね、実はタイムの動画一本撮ったんですよ。で、フィールドで使ってみたらね、あ、ダメだこれって感じで、これがね、実際使ってみなきゃわからないということで、これね、このフライ構造的にね、どうしてもね、実は着水時に運悪くね、こんな感じでこう着水、ね、こうピタってね、着水するとね、案外こうひっくり返ったまま起きないんですよ。サップのようにね、スタンドアップパドルボートって言うんでしたっけね、人が上に立ってね、漕ぐボートみたいな感じでね、こう見事にね、こうなっちゃうと。だけど、オリジナルの方はね、こうリトリーブすればね、くるってひっくり返ってちゃんとこの形になるんですよ。その様がね、意外と魚を誘ったりして案外いいなって思ってたんですけれども、このアキスコ版の方がですね、こうなっちゃうと、いくら引っ張ってもね、起きないと、え、起きねえじゃんってことで、こう、手元までこのままね、最悪ね、手元までこう来ちゃう場合があって、これだとね、よろしくないと。で、何が違うんだと思ってね、最初ね、よくわかんなかったんですよね。同じに作れたじゃんと思ってたんですけれども、秘密がね、ここのね、ここに長さがあるじゃないですか。これが重要。これたまたまね、このオリジナルの方は、うまくいってたっていうのが後で分かって、このリップよりこれ出てるじゃないですか、シャンクが長いからね。で、こっちのアキスコの方は、シャンクが若干短いんで、目いっぱい使って、同じようなボリュームで作ろうとしたおかげで、ここに、この愛の位置がだいぶ違いますよね、これ、この二つね。この尻尾より愛が出てると。で、これは、こっちは尻尾の中にこの愛の位置があると、これの違いで起きない。このバランスがね、非常に重要だということが分かりました。このね、ここの無駄に、一見無駄に見えるこのね、突き出しがとっても重要だったということがね、後で分かりました。あ、そうなんだって、フィールドで使ってみなきゃこういうのは分かんないですよね。ここの部分が飛び出してるのがね、かなり重要です。ということで、このアキスコの AFB10241 の2番で作る場合は、もっとね、一回りちっちゃく作んなきゃダメですね。こじんまりとしたね、野池で使う場合なんかはね、あともうルアーにスレスレのバスを釣るならば、むしろその方がね、いいかもしれない、一回り小さい方が。なんだけど、僕は、ホームが霞ヶ浦水系や牛久なんで、延々続く足際をね、打っていくのにね、ちっちゃくて軽いフライをちょこちょこ打っていくのはもう気が遠くなってやってらんないんで、ある程度のサイズ感が必要なんですよ。なので、一応僕が使ってるものを紹介したいんで、このサイズ感で作るとなったらばね、ということで、一番を買わなきゃダメだということで、これがダメだと思ったその日の帰り道にね、うちの近所の上州屋キャンベル店まで行ってね、これ上州屋キャンベル店で買ったんですよ。で、これの一番も売ってるかなと思って行ったらね、もうもはやもうこれ全然売ってないと。一番どころかこの二番ももう売ってないと。まさかこれも製造中止になっちゃったのと思ったんですけれども、ご安心ください。やっぱり困った時のアマゾンですよ。アマゾンでね、一番を買いました。これ10月23日にこれ私買いまして。残り2点入荷予定ありになってるんで、多分ね、大丈夫でしょう。これ僕が買った時もね、残り2点入荷予定ありで、で、買って残り1点になったと思いきや、また残り2点になっててよくわかんないんですけど、まあ買えるでしょう。ちなみにね、2番も買えます、2番も買えますね。皆さんはこっちでちっちゃいの作った方がいいかもしれないかな。どうなんだろう。まあ、お好みで。その他ね、もっと衣服があるよって方はね、それ使ってください。ソルト用のフックとかも使えばね、いいと思うんですけど、なんかね、ステンレスフックとかね、高くて。まあいいや。まあとりあえずまあ、フックはね、もっと他のいいのがあるぜって方は、それを自分で判断して使ってください。今回の動画で紹介するのはこれ、AFB の10241の1番。これで、これのタイングを紹介します。ちなみにこの2つの、2
こう並べるとこんな感じになります。実質的なシャンクの長さはまだバリバスの方が長いですけれども、まあまあまあ作れると。あの岩井美濃を作ってる福難民の方もね、これでまあまあなんとか代わりになるんじゃないかとよ。まあ、どちらかというとバスバグ、これね、大型フライ指定代用ってことですね、これはね。で、これ一応ストリーマー服なんで、意外とこれの代わりがね、ないんだよね、バリバスの服の代わりのいいのがね。それではタイムです。EVA のマットを幅1センチ、長さ4センチにカットします。そうしたら尻尾になる方をね、ここ斜め45度にカット。こんな感じ、こんな感じね、大体で OK です。大体で。そしてこれだと厚すぎるんで半分にします。厚さを半分に、あの案外簡単にできちゃいますんで、ハサミ入れれば半分になると。はい、これで厚さがね、半分になりました。あの簡単です、誰でもできます。そしたら尻尾の方、端からね、7ミリぐらいかな、7ミリぐらいのところに中心のね、服をこう当てて、まっすぐ、まっすぐ穴開けます。まっすぐね。指怪我しないようにね。よ、うまくいったかな？こんな感じ。で、こう通すと。で、この状態で、あの、バイスにセットします。スレッドでまず下巻き。このね、フォームをこっちにこうずらして、こうこっちの方から始めて、ぐる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 。このシャンクが曲がるところぐらいまで、これくらいかな？下巻きします。そしたらスピナベ用のラバースカート1本を2つ折りにして、端を切って、これで2本で、この状態でかけて都合4本になりますね。かけて、はい、でちょっとこう、こんな感じでつけると丈夫に取り付けられますと。ほいほいと、こんな感じかな。で、この下巻きは瞬間接着剤の、なんだろう、下地になるので、ちょっと丁寧、あの、多めに下巻きしとくと。ほいと。で、こっちに持ってきて、で、先ほど言ったように、ここの、シャンクがちょっと出てんのが重要なんで、ここをね、少し、こっちに出して、この状態でこれくらいかな、こう曲げて、でここ指で押さえて、1,2,3,4,5、もう早くもエビの尻尾みたいになったでしょ。でここ丈夫に作りたいんで、よいしょ、ここは丈夫にしたいんで、そうだな、数ミリ間隔を空けてもう一回1,2,3,4,5と、でこっちに持ってきて、
で、エビのだいたいこのお腹のあたりかな。で、スレッドでギュって縛ると細くなっちゃうんで、この辺からはね、ちょっと緩めに。このスレッドの縛り方でここの太さが調節できますんで、3、4、5。どん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 エビの形になっていくのが楽しいじゃないですか。で、こう持ってきて、よしと。こんな感じかな。こうで、もうちょっと前か。で、こう。よしと。いいね。1、2、3で、もう一回やるか、4で。で、ここでね、ハーフヒッチ。カメラがとっても邪魔なんですけど、ちょっと。ハーフヒッチね。こう。指2本でこうやって、こう。映ってねえな。映ってねえな。よいしょ。指2本でこうやって、こうやって、こうね。これでハーフヒッチ。1回。2回。3回。4回ぐらいやっときますか。で、一旦ここでスレッドはカット。カットして、この段階で、ちょっとこっちのエビの頭の方をね、ここをトリミングしますか。こんな感じかな。うん、こんな感じかな。まあ、お好みの形で。どうしましょう。もうちょっと切るか。まあ、この辺は皆さんの感覚で使う人間がね、あ、これなら釣れそうだと思うのが重要ですから、思うのがね。それは気のせいでも何でもいいんです。釣れそうだと思えばいいんです。こんな感じにして、ね、ウィードガード釣れます。オープンウォーターでね、釣るって人は、ウィードガードは、フッキングの阻害になるんで、ない方がいいんですけれども、仮にウィードガードをつけない場合でも、ここにね、瞬間接着剤の、ノリを良くするために、下巻きというか、ここスレッドかけて、ここちょっと太くします。ウィードガードをつけるためのもあるし、ウィードガードを仮につけなくても、ここは、瞬間接着剤のノリを良くするために、ちょっと太めにしとくと。で、ウィードガードをつけます。で、ウィードガードをここにつけるための穴をね、開けます。そうだな、こんな感じがいいかな。こっからこうね、この辺、ウィードガードをつけるところからこう、穴を開けて、で、ウィードガードはね、フロロカーボン。ウィードガードはナイロンよりもフロロカーボンがいいです。ナイロンは、現場に行くと水を吸ってね、今これくらいの硬さだなっていう気丈の硬さと変わっちゃいますから、ナイロン水吸って柔らかくなっちゃって、張りがなくなっちゃうんで、ウィードガードはね、絶対フロロカーボンがいいです。でね、14号。今回14号で紹介しますけれども、フッキング性能を考えて、8号でもね、まあまあ、私8号使う場合もあります。だけどね、霞とか牛久の、こう、足がよく倒れてて、そこを乗り越えたりしなきゃなんないんで、意外とね、まあ、フッキング性能こっちの方がいいんですけど、まあ、場所を荒らしちゃうよりは、なるべく障害物を乗り越えたいんで、フロロカーボン14号で今回紹介しますね。先端をライターで炙って、球状にしといて、適当な長さでまずカットして、先ほど開けた穴にこれを刺して、大抵この巻き癖がついてるんで、このカーブをね、いい感じに、このカーブを利用して、お好みのガードの付け方を。私、こんな感じかいいかな。うん、いいかな、これで。こんな感じにつけると。
よしと。いいかな。よし。で、フィニッシュ。よしと。1,2,3,4,5 と。1,2,3,4,5 と。丈夫に作る。1,2,3,4,5 と。はい。で、こんな感じ。で、長さはね、これくらいがいいかな。うん。こんなんでいいかな。こんな感じ。手足を通す穴をニードルで開けます。まず手を。手はこの辺かな。カメラが非常に邪魔でやりづらいんでうまくいくから。いろんな方向から確認しながら刺すと、まあまあいい感じに刺さりますよと。これが手。手というかチョキね。チョキの部分ね。で、次足。足の一本目をちょっと下。足の一本目。で、足の二本目はこの次の山。で、足の3本目。こんな感じに穴を開けると。そしたら、このストリングチーズのように裂けるタイプのラバーレッグを1本。1本。これを、これ擦れた、これボビンへの糸通しね。ボビンへの糸通し。まあ、もしも持ってない人がいたら、そんなには高くない。フライ用品だから、この見た目にしては高いんだけど、フライ用品の中ではそんなに高くない。これを使って、針でね、針でやってもいいですよ。一応これがやりやすいと思います。これを通して、で、こうやって、この段階でね、結んどきます。揃えて、結ぶと。仮だからね、後で微調整しますから。これでね、手長エビのチョキになりますから、チョキ。手長エビのチョキになりますから、これで。で、これで引っ張って、にゃ。よしと。で、こっち側を切って、これを取って、こっちもね、結んどきます。仮です。チョキは後で微調整しますから、ここは雑に結んどいて、OK。雑に結んどいて OK と。スピナベ用のラバースカートも同じような要領で通すと。まあまあ雑な長さで最初は同じようにこう3本通すと。そうしましたら、こっち側にね、片方にずらした状態で瞬間接着剤塗ります。塗る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 と、そして引っ張ると、これで固定されると。これで瞬間接着剤で固定されると。そうしましたら全体を瞬間接着剤で固めます。ここにつけて、浸透するぐらいつけます。で、こう、後ろ。でも、ここのスレッド、こういうとこもつけちゃう。とにかく丈夫に作る。もう一匹や二匹つって壊れるようじゃ困るんですよ。タフに作る。
丈夫に作ると。そしたらこのね、チョキの向きを調節します。小さく眉毛ならやのような 手長い身の特徴をここで、これはね、このお団子をね、ガチャガチャいじってると向きが変わるんで、うまくいくところで これ今ダメだよね。これちょっと行き過ぎたな。もうちょっとこんな感じかな。いいかな、いいかな。こうやってね、いじってると向き変わるんで、お好みの向きで。これ後ろに行っちゃったよね。これね 結構これで調節できます。こういじってると。こんな、ちょっといいね、いいね。いいね、いいね。こっちもね。今ちょっとこっちたるみができちゃってるよね。こう片っぽだけ引っ張ったり、片っぽだけ引っ張ったり。今いい感じになったな。いいかな。大 体こうやるとね、大体いい感じになってきたよね。大体これでいい感じになったんじゃないでしょうか。お好みで愛をつけます。愛は、セメダインスーパー X でつけます。適量を爪楊枝でつける場所にまずこの辺につけますか。こんな感じにつけといて。で、ニードルを使ってここに乗せると、反対側も。はい、こんな感じで、こんな感じでね、完成です。こんな感じで、可愛らしいと。目はね、上につけてもいいですよ。なかなかいい感じでしょ。使い方についての補足ですけれども、実はエビと言いながらインセクトパターンにもなります。ブッシュがね、草が垂れ下がってるところで、バッタが落ちてきたやつを食べたりしてるバスもいるんで、そういうところはね、意外とソフトプレゼンテーションがいいですね。一旦ね、草にキャストして草から落とした方がいいぐらい。それでね、もう落ちパクでバーンって出ますね、そういう時はね。あとは、バスがね、もうどこにいるかわかんない時は、オーバータン気味でパチンって叩きつけるようなキャストをして、そうすると波紋がほわーって広がるじゃないですか。で、波紋が広がって消えて、ちょっと待つでパクって出る場合があって、それはそれでいいんですけれども、出なかったらね、そこからはこのリップが役に立つわけですよ。こう、引っ張ると。ちょっとね、引っ張って潜らせて、ポーズ入れると浮いてきますんで、それを繰り返して、それでも出なかったらね、もう、わーって回収してる途中にでもチャンスがあります。意外とね、意外といろんな使い方ができる。だから、案外テクニカルですよ。いろんな使い方ができるというね、一つで。どうでしょう。フローティングエビフライです。手長エビに似てるっていうのはね、主に人間へのアピール。ブラックバスというのは、スピナーベイトで釣れる魚なんで、もう使い方次第でね、いろんなものに見せられます。バッタにもなるし、なんだったらね、小魚にもなりますよ。結構なスピードで引くとね、このね、もうここをね、ラバーレッグがこう後方になびくんで、なんだったらさ、ベイトフィッシュにもね、見てくれると。いろんな使い方ができるフライです。どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価をしてくれると嬉しいです。